A トラックのですね、なんかかなり目玉的なセッションがあったんですけど、それが体調不良ということで急遽中止になりましたので、まあなんとかこう我々としてもアンドロイドの会としても、盛り上げたいなということで急遽やったしたと思います。実は昨日ですね、今回続ってついてますけど、昨日の2時からのセッションで、メーカー革命とアンドロイドテクノロジーということでお話しさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと時間とかが短くてというか、私の時間配分がちょっとまずかったので、まあ、喋り足りなかったところもまたかありましたので、今回その続編ということで、お話しさせていただければと思います。で、まあ、ちょっと私のプロフィールなんですが、今岡工学事務所という、ですね、個人事業主としてですね、愛媛県の松山市の方で、まあ、仕事自体はその首都圏に出てきたりしてるんですけども、まあ、事務所自体は松山にあります。で主にですね、組み込み系のハードおよびソフトの開発で、最近はですね、FPGA っていう中の回路を外から、書き換えられる、自由に書き換えられるようなデバイスが出てきました。でこれを使ってですね、お客さん、そのお客さんの仕様に応じたその半導体といいますかね、FSI、いわゆる SOC、システムオンチップ、そういったものを作って、まあ、プロトタイプレベルな、量産は量産でまたそこまでは手に負えないんでやらないんですが、プロトタイプなものを作って収めたりして、でそれを絡みで、それを実際に動作させるソフトウェア、アドライバーなどか、まあ、そのあたりが主な、仕事の分野ということになります。で、今回もそうなんですけども、まあ、本業の傍ら技術評論者のソフトウェアデザインですね、電波新聞社の電子ポスターコンマガジン等に寄稿して。で今回もそうなんですが、日本アンドロイド開発、まあ、こんなようなイベントとか、まあ、オープンソースカンファレンスとかですね、そういったところでいろいろ作った作品とかですね、を紹介させていただくこういったセミナーだとか、あるいはその実際にデモしたりするブース展示等をさせていただいたりしています。で、主な作品で、2009年に、ABC、2009年秋ですね、ABC、アンドロイドバザーランカンファレンス、代々木でやってたんですけどね、その時に初めて、アンドロイド携帯で動く温泉式ロボット、ドローンっていうのを発表させていただきました。で、まあ、これは実際に雑誌等にも寄稿したんですけど、でその後ですね、震災、ガラミの原発事故とかがあったので、放射線を自動的に、観測して、ツイッターにつぶやくことと、馬を噛んでるとかを発表したりもしています。で、まあ、今日の講演等でご興味が出た方はですね、ツイッターが集まって、馬を噛む、IMAOCA で、Gmail 等にもアカウントがあるんですが、あと Facebook もやってますので、もしもよろしければ、勉強していただければと思います。また後でここは共有します。はい、で今日 の話なんですけども、今経済の新しい潮流として注目を集めているまあ、ワードなんですが、メーカー事業なんです。で、そのメーカーがというある種のムーブメントがこれから要はその新しい経済の潮流じゃなくて。なるのではないかということで、いろんな雑誌、特に今までそういうことを取り上げてこなかったような経済、東洋経済誌ですね、例えば、まあ、投資をしたりする人は読むような雑誌なんですけども、こういったものにも取り上げられるようになりました。で、これは日本経済新聞の電子版ですね、そこでも
わゆるものづくりはデジタルで進化するということで、要はものづくり自体が今後変わってきますよと、そのというような潮流が今後新しい経済のトレンドになりますよというようなことをいろんなところでですね、マスコミが、に取り上げられている。そのメーカーっていうのの、ね、言葉を作った一番最初に使った人がこのスリス・アンダーソンという人です。メーカーズっていう本を出しています。で、21世紀の産業革命がこれでこれによって始まるのではないかということで、和訳もされています。関美和さんという方が訳しているんですけど、このメーカーをどういうふうに訳しているかというと、いわゆるメーカーっていうのが今までの製造業、今までの製造業を言い表す言葉としてこういったメーカーというふうに言っているのに対して、クリス・アンダーソンが言っているメーカーはメーカーというふうに言っている。これとこれは全く別物ですよということですね。だから彼女はこういう造語を作ったんですね。だから今までの製造業とは違うよっていうことで、そういう言葉を作っています。で、そのクリス・アンダーソンはどういうことを言ってるかっていう話なんですが、この辺りをですね、長々と話してて昨日はほとんど時間がなくなっちゃったんで、ここはちょっと端折って、もしも興味のある方はこの本を読んでくださいとなるんですが、第1部と第2部に分かれていまして、第1部は革命ということで、発明革命だとか、新産業革命、未来の歴史、僕らはみんなデザイン、物のロングテールっていうことを書いてます。で、ちょっとロングテールについてはちょっとお話をしておきますけど、 あと要は次にも出てくるんですけど、次が未来という第2部が未来ということで、変革のツール4種の人技、の登場、オープンハードウェア、巨大産業を作り変える、オープンオーガナイゼーション、メーカーたちの資金調達、メーカービジネス、クラウドファクトリー、DIY、バイオロジーと、そして、1部と2部で、これで、この本は完結します。それでですね、まず4種の人技っていうのが出てきたんですけど、要はそのデスクトップ、個人でも所有できる、デジタル工作機のことを、メーカー、このクリス・アンダーソンいわく4種の人技だと思います。で、これはですね、まあ、彼いわくですよ、3D プリンター、一番こっちですね、 3D プリンター、で、あとこれが、レーザーカッターで、これも 3D プリンターなんですけども、ちょっとこっちとこれとこれはちょっと方式が変わってて、これはノズルからですね、溶かしたABS っていうプラスチックがあるんですけど、そのノズルを XY 方向、XYZ 方向に動かしながら造形をするタイプの 3D プリンターです。で、それに対してこちらの 3D プリンターは、紫外線を当てると凝固するようなプラスチック、樹脂を使って、物を固まらせることによって、3次元造形を作るというタイプの、3次元プリンターです。それでそれがですね、要はそういったものが昔だったらそういうプラスチックの製品を作るときに何でしたっけ、なんとか射出、要は型を作って、その型に、溶かした、プラスチックを蒸着させて抜くっていう操作をしなきゃならないんですね。そのために型を作んなきゃならない。これが非常にお金がかかる。だけども、お金がかかるんだけど、お金がかかるからもう何千個とか何万個とかを作んないとペイしない。
昔の産業、まあ、今もそうなんですけど、だけどもこの 3D プリンターを使うことによってこう1個作ろうが1000個作ろうがコストは同じなんですね。だから大量生産する必要がないということです。まあうん、というものですね。だからそういうものを使うことによって、いろんな革命というかイノベーションが起こるんじゃないかというふうな話を彼はしてますので、でだから私はこの上がその 3D スキャナーと言われているもので、造形物のデータを全部データを取るため の, そのある機器なんですけど、これまあイメージだと思うんですけど、まあ、女性の体の形をこう 3D で全部測定していってるというようなものを、この4つをですね、彼は4種の人類で、ちなみにですね、この3つ、下の3つはですね、これは輸入なんですけど、レーザーカッターとこちらのノズルからその溶けた、プラスチックをこう XYZ 軸上で、固まらせて作るこのタイプの、3D プリンターはですね、国産で13万とかそんなものです。でこのレーザーカッターも確か20万を切るぐらいですから、個人で買おうと思えば買えないものじゃないというところまで値段が価格が下がっていると。ということは個人がいわゆるメーカーになり得るということですよね。それを使うことによって、それを作るそういう人たちをいわゆるメーカー、こちらはいわゆる、大量生産、大量消費、大量流通の仕組みを使って、要はマスの大量生産にすることによってコストを下げてというビジネスモデルで今までやってきた旧来のメーカー、アンジャルメーカーです。そうじゃなくって、こういう4種の人技を作ること使うことによって、個人が個人の責任で個人の発想でものづくりをする人たちのことをメーカーと。で、あとモノのロングテールっていう話が出てきたんですけど、このロングテールの考え方っていうのは非常にまた、ちょっと あとちょっとだビジネスモデル、じゃあメーカーがどんなビジネスモデルで、要はそのビジネスモデルで食っていくかっていうところのマーケティングの仕方を説明するときに必要なのがこのロングテールの考え方で、旧来のこちら軸が、商品で、縦軸が販売量、販売の数ですね。それを多い順に並べていくと、こんなような曲線になりますよねということです。で、はい。で、この部分を一般にボリュームゾーンと言ったりとか、あるいはハンマーヘッドと言ったりとか、あるいは何だろう、ドラゴンヘッドとか。要は今までの、こっちのメーカーが、フィールドにしてきたようなマーケティングしてきたマーケットがこの部分ですね。それに対して、右こっちから言って右側のメーカーが 目をつける部分っていうのはこのロングテールの部分ということです。それで、実は世の中には2つのこのロングテールがあって、まあ、大きく分けてですよ。要はボリュームゾーンが非常に大きくてロングテールがあんまり伸びてないタイプのマーケットと、全体の量は同じなんですが、極端にこの部分が大きくなくて、その部分裾野が広いタイプの、2つの要は仕様があるというふうに思ってまして、要はこっちはですね、要はその新興国だったりとか、あるいは日本で言えば、高度成長期の部分です。で要はそのボリュームゾーンが非常に大きくてロングテールの方が非常に小さい、要はボリュームゾーンが非常に大きくてロングテールが非常に小さい。それに対して、
こちらが途上国だったり、後進、新興国だったりするのに対して、要は産業が成熟した、まあ、先進国なんかの場合は、ボリュームゾーンが小さくて、ロングテールが大きいようなマーケット。ということになります。この、まあ、この2つをじゃあどういうふうに使い分けるか、どこをこうマーケットとして商品を扱っていく部分で、ちょっと後でだんだん大事になってくる話なので、ここでちょっとそういう話をしておきました。で、ですね、でそのクリス・アンダーソンの例のメーカーの本で、一つあの、こういうメーカーの考え方、メーカーの考え方でもって、業を成している、まあ、ある種、まあ、成功している会社の例ですね、ローカルモーターズというのを例に出した。で、これはですね、クラウドを活用した成形製造プロセス、というその製造パラダイムをですね、切り開いて、2万人のデザイナーだとか、設計者のネットワークをクラウド上に作ってます。で、これは2万人全員そのフルタイムのエンプロイーではなくてですね、ある種 の, そのオープンな組織の中でこの、ローカルモーターズに協力しているデザイナーとか設計者のネットワークを作っているということです。そういったものを使ってですね、設計者やその製造関係者、そして熱心なファンたちの間のオープンコミュニティ上で、コラボレーションを通じて、クラウドでのコラボレーションを通じて、自動車開発のイノベーションを推進していく会社だというふうに紹介されています。で、まあ、まあ、いろいろありましたけど、まあ、僕は思うに彼がどういうことを言いたかったかということの4つや3つだと思います。で、インターネットと、個人用のデジタル、さっきの4種の人ですね、デジタル工作機の融合でものづくりの敷居が劇的に、低下するでしょう。それでオープンソースとオープンオーガナイゼーションがこれらの可能性を増幅させる、ロングテールに着目したスタートアップが次々と出現して、一旦は通常化した先進国の製造業が復活するでしょう、というふうに彼は言っております。それではですね、まあ、さっきそこまでが、まあ、メーカーズの要約といいますか、だったんですけど、じゃあこの IT 業界、まあ、今日来られている方もそうだと思うんですが、何らかの形で IT 業界に関わってられると思います。じゃあこの IT 業界においてですね、こういったようなメーカーズムーブメントをどうビジネスチャンスとして捉えていきますかという話をこれからします。時間的にはどういった感じですか。10分。はい、で、この4つ、3つかなというふうに思ってまして、要は新興国に、まあ、アウトソーシングと書きましたけども、要はそのオフショアされないようなビジネスモデルを作らないとダメですよね、まあ、IT 業界としてですね。で、これちょっと僕直すとかにならなかったんですが、オープンハード、本当はオープンソースハードですね。オープンソースハードはオープンソースソフトウェアビジネスに比べて10年以上は遅れてるでしょうというふうに思って、でその遅れてるギャップが、要はその、そこにビジネスチャンスとして食い込めるところがあるんじゃないかって思いますね。で、あと、じゃあどんなものを作ればいいのという話なんですが、要はサイバー空間との対話が可能なバジェットがこれから熱い市場になるんじゃないのかなと思います。じゃあこの3つについて、ちょっとご説明をしていきたいんですけども、新興国にアウトソーシング、あるいはオフショアされにくいビジネスモデルということなんですけど、要はそのデザインと開発、デザイン開発レビュー、
の循環の機敏さが鍵でしょうね。であとロングテール市場が成熟しているのは先進国ですよねと。でその先進国がその市場と、要はロングテールが、成熟している先進国で業を行うんであれば、この市場をターゲットにするんであれば消費者が短い、お客さんが短い先進国でこの事業を展開するのが有利でしょう。それはなぜかっていうとデザイン、開発、レビューの循環を早く回せるからですね。ですから当然、ここの市場を相手にするのであれば、ここの市場を相手にするのであれば、要は顧客がその近くにいるところで、この循環を早く回すことによってオフショアされにくいビジネスモデルが構築できるんじゃないかということです。で、メーカーズの本にも書いてるんですけども、メーカーブームとの盛り上がりが今の商業ウェブに非常に近いんじゃないでしょうかということですね。で、人件費が比較的高くてもその機敏さに優れた先進国へと製造業の復旧は戻っていくんでしょう。要はここで何が言いたいかっていうとですね、ここで何が言いたいかっていうとですね、皆さんはIT 業界にいらっしゃるわけですから、要は今ウェブ絡みの仕事をされている方って多いかなと思うんですよ。でそこで使われている要はその技術といいますか、ノウハウっていうのは、例えばアジャイルであったりとか、そういったものを非常に IT 業界の人たちは貪欲にそういった方法論を取り入れてますよね。だから、おそらくメーカーズ革命によっていろんな業種の人がですね、それをビジネスチャンスとしてものづくりに対して参入してくるだろうけども、IT 業界は今の IT 業界のウェブを作っている人たちっていうのはその方法論をもうすでに知っていますし、それをビジネスとしても適用させているわけですよね。だから非常に IT 業界としてはこのブームに乗りやすいんじゃないか、あるいはビジネスチャンスに転換できるんじゃないかというふうに私は思っています。でもう一つ、オープンソースハードウェアはオープンソースソフトウェアビジネスに比べて10年遅れているでしょうということで、おそらくさっきも言いましたけど、いろんな業界が、このメーカーズ革命を、メーカーズムーブメントを利用して、あるいはそれに触発されていろんなその、新興企業が出てくるかもしれません。でその時にじゃあ IT 業界はそこでどういうアドバンテージがあるかって話なんですが、オープンソースソフトウェアの開発手法とかですね、要は開発手法というのはクラウドを使ったりとか、あるいはその、インターネットを使ったり、要は IT を使ったりとかですね、あるいはコミュニティもあるいは例えば日本アンドロイドとかもそうですけども、いろんなオープンソースコミュニティが出てきて、それとの相乗効果でビジネスをやってる、ソフトウェア業界の方ってたくさんありますよね。でそういったような方法をIT 業界はもうすでに経験してますね。 Linux だとか、あるいはフリーの、オープンソースのいろんなツールだとかデータベースとかあって、そのオープンソースのリソースを使っていろんなビジネスを立ち上げてる、そういうことをもうすでに IT 業界はやってますので、そういうビジネスモデル、ソフトウェア、オープンソフトウェア、要はいろんなビジネスモデルを要は我々はすでにもう経験してますし、それでビジネスをすでに起こしているところがあるので、その方法論がオープンソースハードウェアビジネスにも適用できるんじゃないかというふうに考えます。で、なんだ、この点は要はオープンソースソフトウェアムーブメントを先に経験した IT 業界の方が有利でしょう。で今のオープンソースハードウェアのさっきの例えばローカルモータース、成功しているところもあるんですけども、これからだと思います。で、ほとんどの業界はもうオープンソースソフトウェア、オープンソースハードウェアに対する考え方は10年以上遅れていると思いますので、IT 業界にいる我々はもうすでにオープンソースソフトウェアを経験していますので、その点は有利というふうに思っています。それで、じゃあ何を作るのっていう。ところの話になるのかなと思ってますけど、要はじゃあサイバー空間との対話が可能な
ガジェットが、まあ、一つの、モデルになるかなというふうに思ってまして、要はですね、あの、まあ、いろいろ出てるのは写真で写ってるのは、まあ、イメージなんですけども、要はその従来の例えば、スマホアプリなんかに関して言いますと、従来のスマホアプリは端末とインターネットの中だけで完結するものが多かったですね。例えばゲーム、いろんなゲームを展開して、スマホでを要は最終的なデバイスとして使ってるんだけども、ほとんどのものがそのスマホの機能、例えば、LCD だったりスマホの中に、もともと組み込まれているいろんなセンサーですね。そういったものを使っていろんなそのゲームを作ったり、あるいは当然インターネットとやり取りしながらそういったゲームを作ってる、ゲームメーカーからは多いかと思うんですけども、ほとんどが端末とインターネットの中だけで閉じてるものが多かったり、でその世界観はそのままでですね、少しだけその現実拡張してみてはどうでしょうかっていう提案です。で携帯外部に接続するアクセサリー、あるいはガジェットとかいっぱいしますけど、と連携するアプリで、ユーザーエクスペリエンスに関して純差別化をできるんである。ちょっとしたハードウェア、ちょっとしたセンサーを外部につけることに、アクセサリーとして作ることによって、だから そこはやっぱり現実社会、現実世界とのやり取りをしなきゃなんないところですから、なんかものづくりがどうしても発生するところですよね。でそこをそのものづくりのところを今まで言ったようなIT 業界だからこそできるノウハウを使ってものづくりをしてみませんかというところだと思います。で、じゃあそのケーススタディをいくつかご紹介しますけど、まずあの最初にちょっとお話ししましたけど、ドローン、はい、これあの2009年に代々木の ABC で初めて発表したものですね。まあ、ロボットっていうんですかね、ロボット、まあ、要はその車輪がついたなんか車の上にアンドロイド携帯を搭載したっていうようなものですね。で、これで、こう喋るとその通り動くっていうものです。で仕組みは非常に簡単で、あのクラウドの音声認識サービス、Google が提供する音声認識サービスを使ってます。それで、ちょっとビデオを見ていただきたいんですが、間違わないんですが、まあ、その例えば、ちょっとこう、なんか右に進めとか、左に進めとか、あるいはまっすぐ進めとかですね、まあ、そういうふうな日本語を言うと、その通りモーターが動いて、あたかも言葉を理解して動いているようなロボットとして見れます。で、まあ、そういったような音声認識っていうのは非常にあのコンピューティングパワーのかかる、作業といいますか、そういうプロセスだったんですが、それをクラウドに任すことによって、だいたい70行弱、69行ぐらいの、まあ、Java のプログラムなんですけど、それでこういうものができちゃうということです。で、そのクラウドロボティクスっていう言葉があるんですが、これを一番最初に使ったのが、ジェームス・カフナーだと言われています。で、カーネギーメロン大学のジェームス・カフナーという人がですね、クラウドロボティクスの可能性について2010年の12月に開かれた IEEE のインターナショナルカンファレンスをヒューマノイドロボットで、まあ、以下のように言ってます。でクラウドはロボットをより軽く、より安く、より賢くしますよと。でクラウド化したロボットは CPU をたくさん使う処理をリモートサーバーに任せることで、いわゆるクラウドですね。で小さな省電力、小さくて省電力なコンピューターをコンピューターで十分動作させることができます。小さくて省電力なコンピューターというのは、いわゆる、モバイル端末のようなもので、膨大な、コンピューティングパワーを持ったものをクラウド側で用意することによ
て、あたかもその自分自身が、膨大なコンピューティングパワーを持っているような動作をすることができますよというふうに、年付だけ覚えておきます。10年の12月、はい、です。実はですね、これに対して私は何を言ってたかっていうと、実は彼が言うですね、何ヶ月か前、12月に対して8月の、書籍でですね、ソフトウェアデザインの9月号なんですけど、ここでその紙面で何て書いたかっていうと、アンドロイドはクラウドとの連携を考慮して作られた踏み込み機器用のプラットフォームです。クラウドのパワーを使えば、音声認識などの本来なら膨大な計算リソースを必要とする機能でも、電池で駆動できるほんの小さな踏み込み機器で利用可能となります。それはまた、ロボットやその他のモバイル機器に搭載して利用できることも意味しています。ドローン君の音声認識機能は、このクラウドの力を借りて実現したロボットの一例にしか過ぎません。ほとんど同じことを言ってますし、むしろ彼より早くその具現化したものをドローン君として世に通ってたわけなんですが、これ左がドローン君に対して、右がですね、彼がその例だとして出してるものです。なんか非常に似てるでしょ。で、僕は彼は私のパクリだと思ってるんですが、あんまりそれを言うとですね、なんかあるところでまたそういう話をしてたらですね、負け犬と応援しか聞こえないと言われちゃったんで、まあ、ちょっとその話は、まあ、置いときますが、要はですね、これがまあアメリカの例、今やそのクラウドロボティクスを使ったいろんなそのおもちゃだとか、例えば福祉機器だとか、そういったものっていうのは一大産業になってるんですね。で、日本でもですね、これ私ドローン君と引いてもらいますと、このぐらいに出てくる、まあ、今の状況はこれを中のビジネスとしてやってるというよりも、むしろこちらメーカーがこれを使っていろんなことを試して出てる状況なんです。だからこれも必ずや日本でもブームが来ると思います、思ってます。だからそういうふうにしたいと思ってます。ということでですね、これドロン君の動画ですけど、まあ、我々の戦いはこれから、これドロン君の出走前なんか、ですね、ドローン部分をみんなで作ってそれでレースさせましょうっていう、のがあってですね、でそこで出走を待っているドローン君たちです。ということで我々の戦いはこれからだということです。で次、あと桜ボードっていうのがありまして、私も桜ボードユーザー会に関わってるんですが、ルネサスの、国産の32ビットの CPU を使った RD の互換の、リファレンスボードです。こっちがね、こっちが。で、それに対してこっちは、これもルネサスなんですけど、RL78 っていう16ビットのチップを使って、要は電子工作マニア向け、要はこっちのメーカー向けの、リファレンスボードを作っています。で、これの、こういうこの、ボードが生まれるまでの経緯が非常に面白くてですね、これはルネサスの機関誌に出てたんですが、要はその社内ベンチャーみたいなものから生まれた、ルネサスの社内ベンチャーみたいなところで生まれました。で、上の6名がこれに関わるプロジェクトに関わった、人たちです。社内ベンチャーで始めたものです。で、それを要は我々みたいなコミュニティを巻き込んでこういったものを作り上げた。で、コミュニティに対してベータ版を早いうちに公開してですね、これを使って何か面白いものを作ってくれということで、そういうそのセミナーをやったりとかですね、あるいは作品を見せ合ってコンテストをしたりとか、そういうような、要はコミュニティと一緒になってですね、そのものづくりをしましょうと。要はメーカーとメーカーの一つのコラボだと思います。これは非常に新しい、今までこのこっちの側のメーカーがやってこなかった、いろんなそのまさにそのクリス・アンダーソンが言ってるオープンオーガナイゼーション、あ、これもそうなんです、オープンソースソフトウェア、オープンソースハードウェアを
非常にうまく使ったビジネスモデルの一つだと思います。あ、これ作品とかですね、要はGoogle で画像検索で聞けば、なんで弾いてるのかというのは、桜ボードとかそういったものを弾けば、こんなような皆さんの作品とかですねが出てきます。ということで、あといろいろ今わかんない話とかですね、ボットチップ、とか喋りたかったんですけど、もうちょっと時間がなくなったのでまとめに入らせてもらいますけども、要はちょっとメーカーズ革命って何よって話をさせてもらって、じゃあそのメーカーズムーブメントを、じゃあ IT 業界としてどうビジネスを進んでいくか、そして捉えていきましょうか。で、いくつかのケーススタディ、ちょっと今日は時間がなかったのでドローン君の桜ボードの話をさせてもらいました。で、あとメーカーズは非常にアンドロイド端末をその中核に据えているものが非常に多いです。それはなぜかっていうと、アンドロイド自体がオープンソースソフトウェアで作られてますし、コミュニティがありますし、あるいはその外部機器との接続が非常に多いんです。だからそれで他の、スマホとはやっぱりちょっと違って、メーカーズに非常に受け入れられやすいのはAndroidなのかなというふうに。ということで、ちょっともうお時間が来たので、ちょっとこのぐらいにしておきます。今日は本当に急遽、セミナーというか登壇することになったんで、あれなんですけども、本当に今日聞きに来ていただいた方には感謝です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問のある方がいらっしゃいましたら挙手をお願いします。非常に簡単にロボットができますよということを世に問いたかったんですね。で、確かにそれを今後ビジネスとして展開していこうと思えば、そういう責任とかいろいろ出てきますので、この辺はかなり気になるところかと思いますが、そうですね、そこのところは それほどにはしなかった。それを最後に、講演者さんから今お話を託しをお願いします。はい、ありがとうございます。